皆さんこんにちは。4月4日火曜日。毎週火曜日はスペインのニュースではなく写真で旅するスペインをお届けします。マドリッドの SNJ 日生文化協会メンバーズハウスからの発信です。現在こちらの時間で朝9時40分。お天気は晴れ。外の気温は 12.4 度。少し気温が下がったようです。湿度は 20% 未満。お部屋の中が 20.4 度。湿度 45% 程度です。それではいつものようにテレビの画面の方を見ながらお話しさせていただきます。前回までご覧いただきましたバレンシア州にあるエル・カステル・デ・グアダレスト、ちょっと難しい名前のね、町でしたが、その町の見学を終えて、車に乗り込んで少し走って、お昼ご飯の時間となったので、その道中にあった小さな村に入り、そして食べるとこはないかなと探したところ、一軒だけ、その辺りではね、一軒だけ見つけた小さなバルレストランに入った。そういったところからの今日は開始となります。1枚目の写真ですが、いわゆるミックスサラダと、日本人がよくね、呼んでるものです。スペイン語でエンサラダミスタと言います。エンサラダミスタ。これまでにもこういった形でスペイン語を少しずつ覚えていただきましたから、もうご存知の方もね、多いと思いますが、少し復習しておきましょう。人参がありますね。細く切ってね、人参が上に乗っかっています。黄色い文字で書いておきました。最初の単語、Z から始まって、人参のことはサナオリアと言います。サナオリア。Z の発音は、この間もスペイン語の発音に関するビデオをね、1本アップしておきましたが、あの中でも説明しましたように Z の発音は舌を軽く噛んで、上と下の歯で舌を軽く噛んで、歯を離しながらさと発音します。さ、サナオリア。H を発音しませんから、サナホリアとは言わずにサナオリアと言います。そして、キュウリがゴロゴロっと入ってます。分厚く切ってね。完全に皮を剥いたキュウリが厚切りになって入ってますが、これをスペイン語で次の単語、ペピーノと言います。ペピーノ。そして、玉ねぎも見えてるんじゃないかと思うんですが、次の単語、C から始まって、セボージャ。C もさっきの Z と同じで、歯でね、軽く舌を噛んで、それを離しながら、セボージャと言います。そして、たくさん乗っかってる緑色のね、オリーブの実。次の単語がオリーブという意味です。アセイトゥーナ。やっぱり C が入ってますから、C は舌を軽く噛みますから、アセイトゥーナと。ちょっと難しいね、発音になります。そして最後がトマト。トマトはスペイン語でトマテと言います。トマテ。こうやって見るとやっぱりサラダ美味しそうですよね。みずみずしくてね。通常スペインではもう永遠のドレッシングと言っても過言ではないと思いますが、オリーブオイルとワインビネガーと塩。これをかけて食べるのが一般的です。はい、次の写真でいきますと、これはね、この日のメニューではないんですが、いろんなものに使ってくださいということで、2種類のソースを出して、置いていってくれました。この後ね、お魚やイカとか、そういった料理も頼んでますから、いろんなものにね、好きな方を使ってくださいということで出してくれました。一つはこれマヨネーズですけども、もう一つはちょっとね、オリーブオイルが主流なのはわかりますが、赤いのは何だったんでしょうね。私も、もう随分前なので、必ず味見はしてますが、ちょっと記憶がね、残っていません。はい。ドスサルサスと文字を入れておきましたが、ソースのことをスペイン語でサルサと言いますね。サルサ。それに2つのソースってことで、複数形の S が最後について、サルサスとなっています。ドスっていうのは2つのって意味です。はい。次の写真に行きますと、これは多分ね、この日、大鍋にドーンと、たくさん作って置いてあったんです。それでこの日の、ランチメニューとしてね、おすすめの一品になっていたんだと思いますが、確か、白身魚、タラとかね、なんかそういったお魚と、あと卵、ほうれん草、じゃがいもなどが入った煮込みだったような気がします。多分私もこれを取ったんじゃないかと思うんですけどね、美味しかったです。はい。そして、前菜が終わって主菜に入りますと、はスペインでね、よく見かけますね。チピロネスと呼ばれている小さなイカ、日本の近海にはいない種類のイカですが、それを鉄板焼きにしたもの、それをチピロネスアラプランチャと言います。チピロネスというのはイカの名前でしょ。その後の黄色い文字でアラプランチャと3つの単語に分けて書いてありますが、スペイン語を勉強している方はこれを3つの単語と考えないで、もうそのまま1つの単語みたいにアラプランチャ、アラプランチャ、アラプランチャとこういうふうに口でね、覚えてしまってください。最初に食材の名前を言って、その後にアラプランチャとつければ、鉄板焼きにしたという意味になります。そういうふうに覚えてしまえば、実際使うときに何も考えずに簡単に使えますよね。はい、そして次の写真に行きますと、お魚のね、フライだったと思うんですが、何の魚だったかちょっと記憶にありませんが、形がコロッとしてますから、平べったいタイプのお魚ではないですよね。次の写真は、こちらは平べったいお魚のフライですが、これは確か私が撮ったんだと思うんですけどね。舌びらべだったような気もしますが、でも舌びらべっていうのはね、お魚の中ではちょっと値段が高い、値が張りますから、普通安いランチメニューにその選択肢として含まれていることはないんですよね。そういう意味で違うお魚だったかもしれませんが、ちょっともう記憶がね、ないです。確かね、この時これだけ出てこなかったんですよ。私が頼んだこれだけは出てこなかった。で、みんながもう食べ終わりそうな時になって出てこないんで、お店の人にもしかして俺の忘れてないって言うとね、すっかり忘れ去られていて、で、ごめんごめんって慌てて作ってきてくれて、で、私はもう食べるの早いですからっていうふうに皆さんに追いついて、まあ無事食事を終えたっていう、そんな記憶は残ってますからさ、これが舌びらめだったかどうかは記憶がないんですよね。はい。そして食事を終えて、この後、50数キロ走って、まあ、この日の目的地へ行くわけですが、50数キロというとね、スペインのストーンとね、まっすぐ通った、いい国道、もう飛ばし放題みたいなね、そんな国道だと一瞬で着いちゃいますが、山の中のくねくね道にある村にこれ立ち寄って、そこからまたさらにそんな道を走りますから、なかなか50キロっていうのはね、走れない道でした。で、結構時間かかって、で、次の写真。ようやくこの日の最終目的地ですね。シャティバーという町にやってきました。シャティバーっていうのは X で始まる地名なんです。シャティバー、ね。X で始まる地名というのはスペイン語の標準語ではまあ基本的にはないんですよ。スペイン語ではそういう地名は全て J、英語でいう J、ジャパンの J ですね。ハポンのハですね。その J という文字で書いて、発音もハティバーと言います。この町の名前は、標準語ではね、ハティバー。でも、ここはバレンシア州の町で、バレンシア語という言葉が実際に公式語として話されているわけで、その言葉では X から始まって、発音はシャティバーです。シャティバー。そのシャティバーにつきまして、シャティバーの町にはやっぱりこう高台山があってね、その山の上にドーンと立派なお城があって、そのお城がもうこの町の顔って言いますか、この町の風景って言いますかね、そうなってるわけです。で、そのお城まで後から歩いて登ると結構大変なんで、歩けますけどね、大変なんで、そのまま車でお城まで登ってきました。で、お城のまさに入り口近くになるとこんな感じの細い道でね、ここに車止めるわけにいかないんで、もうちょっと下の方に車を止めて、最後のちょっと上りだけをね、歩いてこのお城までやってくる。そんな感じです。で、このお城に入る前に、ちょっと後ろを振り返って、街を見下ろしてみたのが次の写真です。お天気もいいし、綺麗ですね。ここはね、そこそこ大きな街で、人口3万人ぐらいいたんじゃないでしょうかね。町の向こうには畑も広がってますし、畑の向こうには別の町も見えてますね。その後ろには山が連なっているのも見えてます。そのずっと遠方にもまた別の山が連なっています。こんな景色を背にして、この次の写真、この門をくぐります。今からこのお城に入ります。立派な門と城壁に守られていますが、もともと、ここにはローマ時代からこういったね、要塞のような建築があったんですけども、それはもうなくなってしまって、現存しているもの、建物、これは基本的にはイスラム様式、そしてゴティコ、日本でよくゴシックとかゴティックとか呼んでますね、ゴティコ様式のものとなっています。で今この写真の左側に見えてる門、アーチをくぐって入りますが、入ったらね、すぐ突き当たるんですよ。本当はすぐ突き当たっちゃう。この今から入るお城っていうのは横に長いんです。ずっとね。で、その真ん中あたりから我々今入って、入ったら奥行きはそんなにないです。すぐ突き当たって、突き当たりにチケット売り場があって、そこで入場券買って、その後は横に長いですから、右に行くか左に行くかが分かる。そんな感じ。で、今から我々は入って、右へ向かいます。次の写真で、右へ向かったところです。入って、突き当たりにある入場券のところで、チケットで払って。なんかね、チケット買おうと思ったら人がいなくってね、このまま行っちゃってもいいかなっていう感じでしたけども、あんまり人も来ないところですから、そのまま入ってもまた降りてきた時にね、多分顔を合わせて、ね、あれあなた方お金払ったなんて言われて、ここで払わないといけなくなるんだろうなって、そんな感じでしたね。とりあえず、そこの人を探してお金を払って、右の方へ進んだ記憶があります。まあ、先ほど昼食をとって、程よくワインも入って酔っ払って、私は運転してましたから飲んでませんけどね。皆さんは程よく酔っ払って、車の中で少しシエスタを楽しんでいただいて、今、お昼寝から覚めて、食後の、腹ごなしのお散歩、そんな感じでしょうか。今からだんだんとこう高いところへ登っていく感じで、お城の見学を行います。次の写真。この空の青さね、これがスペインですよね。本当に写真撮ってて思いますけども、なかなか日本で撮る写真で、こういう青さっていうのは、本当に限られた日しかないような気がしますね。3つほど旗が上がってますが、左からシャティバーの旗、そしてスペインの国旗、そして一番右が、ほとんど見えませんが、バレンシアの州旗でしょうね、きっとね。はい、次の写真に進みますと、こんな感じでね、幅の広い石段が始まって、これを登っていくわけです。で、石段登っていったその突き当たりあたりに、ちょっとこう、白い水がね、出ている小さな噴水のようなものが見えてますが、今からあそこまで登っていきますが、登っていく途中で、後ろを振り返ると、次の写真、こんな景色が見えます。はい。後ろを振り返るとね、向こうにもお城があるんです。で、さっきも言いましたように、こう、細長いね、お城で、そんなに奥行きのない、長い骨伝いにお城がある感じ。我々が今登っているお城の、対面と言いますか、あちら側にもあんな感じでお城が見えてる。で、この階段を登っていくと、だんだん自分のその目線が高くなっていきますから、あちらの景色も広がってくる。そんな感じですね。はい、次の写真に行きますと、さっきの石段の上の方に、ちょっとこう小さな噴水が見えていましたが、あの辺りまでこれ登ってきたところです。正面のお城の高さが、私が今カメラを持っている目線とほぼ同じ高さにね、並んだような感じで写ってますね。ここにはね、大砲が置いてありまして、なんかまるであっちのお城に対して睨みを利かせてるみたいなね、そんな感じで大砲が置かれていました。あのお城の方にもうちょっとこうズームインしたのが次の写真です。今正面に見てるあのお城を一般的には小さいお城と呼んでいて、我々がいるこちら側が大きいお城。小さいお城が向こうにあって、こっちに大きいお城があって、それはもともとそれぞれ独立した別のお城だったんですが、それが繋がってしまって、一体化して、今は一つのお城として扱われている、そんな感じだと思います。さっき我々が入ってきたところがね、この写真で見れば、左下の方にちょっと旗が見えてますが、あの辺りのちょっと下に門があって、そこからくぐって入ってきて、で、我々右の方、つまりこの写真で言えば手前の方に登ってきたわけですが、ちょうどその辺りが一番低いところなんですね。入り口があったところがね。そこから大きいお城の方に来ても、今この写真で正面に見ている小さいお城の方に進んでも、どんどんこう高度が上がっていって、一番高いところに見張りの砦がある。そんな感じです。はい。この写真の塔の一番上、正面に見てるね、小さいお城の塔の上に、なんか赤い旗がね、一つなびいてるのが見えてますが、あそこにズームインしたのが次の写真です。これだとよくわかります。シャティバーの旗ですね。赤字って言いますか、ちょっとオレンジっぽい色の赤字に、真ん中に縦に細長い感じで、縞模様のね、黄色い線の入った縞模様のね、カタルーニャとかバレンシアあたりでよく目にする黄色い縞模様、模様が入っていて、その上にちょっと王冠みたいなマークが入ってます。これシャティバーの旗です。はい、次の写真。さっき石段の一番上の方に小さい噴水のようなものが見えていましたが、その噴水と一緒に前方の小さいお城を撮っています。噴水の水がね、ピタッと止まって映ってますが、それを狙ってシャッタースピードを上げて、そして昔風に言えばフィルム感度を上げて、水を止める感じで撮った、そんな感じの写真ですね。次の写真でさらにズームインして撮ってますが、これも同じように水は止まってるんですが、焦点が合ってるのが遠方のお城ですから、手前の水はボケてます。こんだけ大きく撮って水をぼかすと写真としては綺麗じゃありませんよね。ちょっと下手くそな写真でした。はい、次の写真、似たような写真が続きますが、手前、少し下の方に真っ赤なザクロが見えてます。ザクロのことをスペイン語でグラナーダと言いますね。グラナーダ。皆さんの多くはスペインの南の方の町の名前としてグラナーダという単語をご存知かと思いますが、町の名前で有名になってますが、グラナーダの町のシンボル、紋章がザクロです。ザクロ。ということで、ザクロを紋章としている町はグラナーダ、そのままザクロという名前となっているわけですね。このグラナダに関してもね、この間、そのスペイン語の発音についてお話ししたビデオの中で少しお伝えしましたが、日本の方が一般に発音されるグラナダではありません。グラナダではありません。もしご覧になってない方いらっしゃればね、また発音に関するビデオをご覧いただければと思いますが、グラナダではなくて、スペイン語ではグラナダと言います。グラナダ。G の後に U は来ませんから、グラナダとは言わないようにしてください。スペイン人はちょっと通じにくいです。グラナダと言いますね。ザクロという意味です。また、ザクロという意味以外に、形からやっぱり想像できるからかもしれませんが、手榴弾という意味がありますね。手榴弾。グラナダといえば、そのまま戦争に使う手榴弾という意味にもなります。はい。次の写真。石段を登り詰めて、これで終わりかと思うとそうじゃなくて、まだまだ上があるんです。さらにこんな道があって、ずっと登っていけるわけですが、今日のところはこれが最後の写真となります。はい、僕もね、お天気が良かったからもありますけど、すごく気持ちいいって言いますか、心地いいって言いますかね、いいところで、ただちょっとやっぱり登れないと大変ですから、足腰が弱い方には、たっぷり時間かけてね、本当にゆっくりと休み休み行けばいいですが、そうでないと結構体力がいるかもしれません。さらに登っていって、この大きい方のお城だけで終わりであるんであれば、もう本当に時間かけてね、のんびりと見学すればいいんですが、それが終わった後、さらに今登ってきた分全部降りて、もう一回登って小さいお城を続けて見学っていう、それは待ってるの分かってますから、そうしてあんまり大きい方のお城を見るときにね、体力を使い切ってしまうと、後が大変だなっていう、そういうちょっと恐怖感が残るって言いますかね。2日に分けていけばいいのかもしれませんが、どうなんでしょうね。その日の入場券を翌日使っていいのか、ちょっとこれはね、確認してませんけども、それができるとね、2泊1泊にしても、次の日もゆっくり時間が使えるような場合は、2回に分けていければいいのかなっていう、そんな気がするぐらい、結構体力的には大変なところでした。次回は、この後の大きい方のお城の続きをご覧いただいて、そしてその後さらに小さい方のお城も見学してみたいと思います。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。